性別適合手術を終え女性の姿になった兵庫県の契約社員が未成年の子どもがいても戸籍上の性別を変更するよう求める審判を神戸家裁天ヶ崎支部に申し立てました。申し立てを行ったのは兵庫県に住む52歳の契約社員です。申し立て人は男性として生まれましたが幼い頃から自身の体と心の性別に違和感を感じ性同一性障害と診断されました。その後親の勧めで結婚し現在8歳になる長女を設けおととし離婚、今年に入り性別適合手術を受けました。しかし性同一性障害特例法では戸籍の性別変更の要件を未成年の子どもがいないことと定めています。このため申し立て人は子どもが成人するまで戸籍の性別を変更できず男性のままでは不安な日々を強いられるとした上で未成年の子どもがいる人といない人で差別するのは違憲だと主張しています。トイレにしてもそうですし、その温泉でもそうですし、もういろんなことに関してやはりしんどい場面っていうのはだいぶあります。この法律に関してはやはり変えたい。性同一性障害特例法をめぐっては2004年の施行時には性別変更の要件に子どもがいないことが盛り込まれていましたが、2008年に未成年の子どもがいないことへと緩和されています。